千の小田巻とは、江戸時代末期に成立した日本の歴史小説、わかし物語。安土桃山時代に実在した、薩摩国武将、平田三五郎宗次が主人公。物語は、平田三五郎と彼の同僚となる、吉田泰造清家の開校から、二人が、将来の乱で生死を共にするまでを描いている。作品は一貫して、武士道と男色を称揚するものとなっている。実在した人物や事件に取材しており、庄内軍記や伊勢戸の和歌手文等の資料や伝承に基づいて成立したと考えられる。全一冊。作者、成立年代ともにはっきりしていないことが多い。著者は、鬼畜奈落、これの書、正冊、西薩摩の婦女の手にで、ずっと、不詳、意と縁語、信とあり、鹿児島の女性であると申されるが、不明。ただ、内容や表現に、当時の鹿児島方言が用いられていることから、その地のものによって書かれたことには、疑いがない。年代は早くとも18世紀初頭、遅くとも安政4年頃とされる。前述の通り、物語の骨子は資料に基づいて書かれた一方、三五郎と大倉の開校や、大倉の朝鮮出陣と二人の再会、庄内の乱への出陣するまでのエピソードは作者による創作だと考えられている。書名は、写本、漢本によって様々で、平田三五郎物語、静野浅田巻、静野糸口田巻、静幸男田巻、静野男田巻、静野小田巻、静野小田巻のような表記が見られる。なお、本項は、明治以降の多くに刊行された表記に従う。序では、物語の歴史的背景と、平田三五郎の人となりを説明している。時は、慶長元年、島津家の家老、平田増州の息子で、美少年、平田三五郎は暴漢たちに襲われていたところを、通りがかった吉田泰造に救われる。互いに惹かれ合った二人は、平田の家を吉田が訪れることでついに結ばれ、義兄弟の固いちぎりを交わす。両者の仲を妬む者の陰謀や、大倉の朝鮮参陣を経て、二人のちぎりは、かえって固くなっていく。慶長4年、宗次は、清家と共に、庄内合戦に出陣するが、大倉だけ先に討ち死にしてしまう。三五郎は、大倉の後を追って敵軍に切り込み、義を貫いて同じく討ち死にする。末尾では、二人の義理、連直、豪気について説き、愛欲ばかりにふけることのないように諌めている。江戸時代から、静野小田巻は地元薩摩では親しまれていたが、明治17年、自由党系の小新聞、自由党に連載されてから全国的に知られるようになった。明治時代当時の学生への人気から、森鴎外や坪内逍遙、徳田秋声、岩谷さざなみ、内田露庵、また昭和には白洲政子などにも惹かれている。現存する写本は極めて少なく以下の4本。また、現在確認できる活版本は以下の通り。上記の活版本 C 版国立国会図書館デジタルコレクション。ありがとうございます。